さあ始まりました。フェスですね。では、早速行きましょう。にゃんまる選手はどのような戦いを見せてくれるのでしょうか。楽しみですね。武器選択ですね。やっぱりフェスですから得意な武器を使ったらいいんじゃないんでしょうか。そうですね。やっぱり、武器選択で勝敗が決まることもありますから。にゃんまる選手はどんな武器を使うのでしょうか。シャープマーカーですね。にゃんまる選手はこの武器が得意みたいです。おお、来ましたね。金目鯛美術館ですね。にゃんまる選手は、山の幸チームに入りました。海の幸チームとのバトルが始まります。スタートー。早速、インクを撒き散らしていますね。お、なんだなんだ？テンション高いですね。さあ、まずは丁寧に塗っていく。いいですね。ここのステージは、どんな感じですか？まず、回転扉のような回転している物体があります。ステージが広めなので結構塗る場所があります。大変ですかね？まあ、真ん中のところで敵と遭遇することが多いので結構大変です。おっと、ここでにゃんまる選手がステージに飛び散った。ダイオウイカが見えている。危ない。うまく逃げられるか？ああ、惜しいですね。敵に囲まれていましたからね。おお、バトルバトル。お見事、うまいですね。さあ、スペシャルが溜まりましたよ。どこで使うのか？またまたお見事。ナイスエイム。さあ、1分切ったー。ナイス。お見事、ラストスパート。おお、ダムを投げたー。おっと、ここで油断してしまった。これよくあることですよね。そうですね、敵が来た時は逃げた方がいいですね。さあ、残り30秒。にゃんまる選手頑張ってください。十分と見られていますね。最後までわかりませんよ。お見事。さあ、残り10秒。頑張れ、にゃんまる選手。お、あららら。3、2、1、終了。さあ、結果は。どうだ。あららー。惜しい。もう少しでしたね。そうですね。結構、塗ってますね。まあ、仕方ないですね。フェスの結果を待ちましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。